だからね、日本が今の形になるまで何千万年もかかっているんだよ。へえ、お兄ちゃんは何でも知っているのね。習ったんだよ、学校で。じゃあさ、そんな昔、人間はどうしてたの？え？あのね、あ！自分の国の始まりについて考えたことはある？お兄ちゃんがいろいろ話してくれたわ。いや、僕は…でも、まだわかんないことがあるの。そんな昔、人はどうしていたの？そうね。いらっしゃい、見せてあげましょう。その危険を冒してもなお帰国で学んだことは持ち帰りに十分値します。これは私どものお別れの印です。あなた方にも贈り物があります。どんな贈り物？ほら見てごらんなさい。贈り物だけではなく遣唐使たちはいろいろなものを持ち帰ったの。その中にはインドやペルシャのものまであったの。わあ、大仏様。何の仏様？ねえ、
人は決して外国の文化をそのまま受け入れたわけではなかったの。いいこと？日本人はただ影響を受けただけではないの。でも僕はなるね。日本人は外国から持ち帰った種を自分たちの土地にまいたのよ。その後も外国と交流を続けながら長い時間をかけて日本独特の文化を育てていったのよ。とても遠くから来ました。ポルトガル、見慣れぬものとこじゃな。そういう国あるのです。ポルトガル、トムクイナーどうでしたか。この人たち船の修理をしないいてます。この人、あなた方と親しくなりたい言っています。ポルトガル人の渡来は日本にとっても大きな影響を与えたのよ。鉄砲が入ってきたかな。そう、鉄砲の伝来が戦国時代を終わらせ日本統一を助けたって言えるかもしれないよね。でも同時にこの時初めて日本は西洋に出会ったの。だから国内が落ち着くと人々は海外へ目を向け始めたわ。日本人も遠い外国へ出かけていったってこと？ヨーロッパ行ったり？そうよ、アジアはもちろんのこと、遠くはメキシコやローマまでもね。大きな変化は国内でも起こっていたの。新しい科学知識やキリスト教などが外国人の手によって入ってきたのよ。
からやってきたの。日本と世界とが再び出会う時が来たのよ。No, we haven't come all this way to fight, yes sir. We've come to train, to be friends. If we can convince その方、これよりあの船まで参り、慣例通り長崎に開港するよう申し伝えよう。あの、なんじゃ、もし追い返されたら、いかがいたしましょう。その時はその時だ。拙者の相手になろう。早く行け。それでどうなったの？時代の波には逆らえなかったのね。日本は世界に向けて再び大きく扉を開いたの。日本が現代に向けて大きな変化を経験しようという時よ。明治維新よ。明治維新って恐ろしいこと？価値のあることにはそれだけの危険もあるものなの。でも幸いなことに、この時代の日本には立派な指導者たちがたくさんいたのよ。ほら、刀持ってるわ。当たり前だよ、侍だもん。ちょっと聞いてみましょうね。ともあれ、欧米諸国の植民地となることもなく、日本は独立を守った。だが、わしにとって唯一残念なことは、生まれ変わった日本の姿をこの目で確かめることができなかったことだ。坂本さん、あなたの無念さは察するにあまりあります。しかし、あなたが青春をかけて成し遂げた仕事は今日の日本の礎となっております。伊藤さん、わしは独立国家として万国に恥じない日本にしたかった。同感です。そのためには日本はまず文明国とならねばなりませんでした。ですから福沢さん、そのために私は広く西洋を見聞し、近代文明の摂取に力を尽くしたのです。しかしその結果が中央集権体制であり、富国強兵政策でした。文明とは何か。それは人々の衣食住を豊かにし、人間としての品位を高めることでありましょう。つまり人間の知徳の進歩が文明と私は考えます。偉い人たちなんだね。そうよ。今の日本はこうした人たちの影響をたくさん受けているの。この人たちはね、海は世界と日本を結ぶ窓であり、通路でなければならないと願ったのよ。
ている人たち。外国との数々の出会いを通して日本は大きく育ってきたわ。そして未来は。